はい、どうも、ターザンババゾンです。そして岩田ジビロです。ジャイアント黒田です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ドラガリアお悩みロストとは、既婚者おじさんゲーマー3人による視聴者からのドラガリアロストに関するお悩みや、恋愛や子育てに関する幅広い人生相談にもお答えしていくラジオ形式の動画番組です。ということで、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、まあね、ちょっとまだ質問とかコメントが来ていない状態、これまさかの5本撮りぐらいしてる本日5本目っていう年末進行ですよ。年末進行ですね。そんな短時間でコメント増えるわけもない。なのでね、ちょっとね、皆さんとラグがあるんですけども、はい、なので、コメントとかはないので、そのまま今回のね、はい、企画に進みたいと思うんですけども、はい、どうやら、はい、このジャイクロさんが、はい、新ミドをクリアしたと、はい、そうなんですよ。新ミドガルゾールムね、はい、略して新ミド、ミドガルゾールム僕言いづらいんで、新ミドでいきます。新ミド、ね、なんだったら山ちゃんっていうぐらいで、はい、まあ、はい、新ミドで、はい、ちょっと準備をですね、はい、まあ、ブログを始めるそもそものきっかけが、まあ、じゃあ最終目的、はい、新ミドにしようかぐらいな感じで始めてたんですけど、いや、まあ、実際 ね、 ね、超難易度高いですからね。だって最初にクリアした人出た時もツイッターでこれやっとなんかね、はいはい、なんかクリア者が出ましたみたいな、お知らせされましたもんね。最近公式のツイッターではもう12月 の、 そのイベントの時点で、8500人ぐらいでしたっけ。そうですね、割と言いました、ね、はいはい、1万人は行ってなかったですね、はい、クリアした人がまだそれぐらいだよっていう話だったんですけど、はい、まあ、それをちょっとちょこちょこ、仕事の合間とかに進めてまして、はいはい、まあ、無事に12月末に倒すことができたので、この場を借りてご報告できればと。はい、はい、それクリアしたって、はい、もう他のプレイヤーの方と一緒にクリアした。そうなんですよ、一緒にちょっとやってる近場の人たちでまだそこまで準備ができてなかったので、はい、まあ、いわゆる野良で、はいはいはい、ちょっとこう部屋にお邪魔して。そっちの方がハードル高そうですけどね。ね、高かったですね、実際。まあ、ちょっと深夜に準備整って、うん、その勢いでやったるぞっていうふうにやったんですけど、まあ、勝てればラッキーみたいな、はいはい、1時間ぐらい、はい、戦っては負けを繰り返して、はい、なんとかこう倒せたって感じですね、はい、それって結構もう部屋立ってあるんですか。部屋自体はお任せの入室ですぐ入れるんですね。ただその吟味されるそうなんです。蹴られたりするってことですよ。やっぱりすごい難しいクエストなので、うん、準備ができてるかなとか、あと、まあ、うん、クエストに向いてるキャラかなっていうところで、まあ、ホストの部屋を建てた人がちょっとチェックとかもあって、ゴーしてくれない人とか多分いそうですもんね。で、うまくゴーができてもやっぱり4人ちゃんと揃ってないと制限時間内に倒しきるのが難しいので、うん、まあ、例えば最初の方に1人誰かミスって倒れちゃったりすると、もうそのままお疲れっていうスタンプとともに解散されたりとか、はい、実際ちょっと僕もご迷惑かけたんですけど、やっぱ動き慣れてなかったんで、はい、うん、はー、でそれで新ミドをクリアすると、はい、実際には何がもらえるんですか。まずこの2つな、はい、そうですね、称号のまあ2つなが手に入ります、はい、新壁竜の新聖子物で、ちょっとまあ称号の、まあ、2つ名の色が、はい、まあ、他と比べて一番リアリティが、ね、はい、高いぞっていう。結構まあ2つ名も頑張って集めてまして、はい、一番最初のレイドボスのフレガノスのタイムアタックのやつはちょっと取り逃してしまったんですけど、はい、他はイベント系全部コンプリートできているので、まあ、この調子でこれも頑張りたいなと思ってますね、はい、であとはですね、よいしょ、素材が、まあ、手に入るんですけど、はい、それをショップで交換することができるんですね、はい、あ、手に入った素材をショップで交換して何かを手に入れられるんだ、はい、でこの新ドラゴンの試練というところで、そんなとこスクロールしたことないわ。そうなんだ。これでも実際もう戦う時はここめっちゃ活用しないといけないから。そうなんだ。でこの新ミドガルズオルムの、まあ、ドラゴンが手に入りますし、うん、はい、ドラゴンが手に入るんだ、これ。で今ちょっとこの難しくなってますけど、一番最初の1体目は簡単に取れるんですよ。あ、そう、少ないってことですね、はい、素材が。そうなんです、必要な素材が少ないの で、 で実際僕も1体手に入れてて、であとこの風のファブにいるぞっていうやつがあって、これがまあ施設ですね、はい、置くとこんな感じで風属性ドラゴンの HP と攻撃力を上げてくれるっていう、うん、なるほど。ご褒美はこれってことですよね。そうですね、新ミドガルズのドラゴンと、はい、施設と。でやる人はやっぱりその新ミドガルズオルムを、まあ、最大まで上限解放させたいから繰り返しプレイして素材を集める、素材を集めて交換して突させる、突させる、うん、でまあ、実際
イベントで手に入るドラゴンと比べて能力高いんですよね。そんだけ苦労したら高くないとやってられないんですよ。アビリティもやっぱり本当だ、デフォルトで20プラスされて最大まであると強化されますし、普通アビリティって1つしかないんですけど、そうですよね、はい、2つあって、うん、あ、なるほどなるほど、有価時間をこう増やせたりもできるんですね。2つついてんだ、はい、だからやっぱりこう手に入れてちょっと限界まで育てた時の達成感っていうのはかなりあると思いますね。でもね、ちょっとやっぱり、まあ、このゲームにおけるエンドコンテンツ的な位置づけなので、はい、そうですよね、最終目標ですよね、準備がね、準備が必要なんですよ、まあ、必要ですからね。でちょっとまあ、はい、このミコトっていうキャラクターで僕は挑んだんですけど、はい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 、まあ当然レベルは最大まで鍛えてます、80、はい、で、まあ、もちろんマナサークルも50すべて取りました、50マックスで解放、はい、でさらに大事なのが、はい、よいしょ、この装備系なんですね。あ、で武器と、はい、まあ、ゴブとドラゴンなんですけども、うん、やっぱり武器は星5の属性武器を用意したい、これを作るのが、まあ、相当時間がかかる。いや相当やばいっすよねこれ。え、これ貫突でこれっすって、いや、まだ100まで上げれるんで、ね、この同じ武器を4つ作れば一応上げれるんですよ、まあ、その完璧な状態、ね、アイテムとかを使わなければ、はいはい、ただそれをやろうとするとやっぱりさらなる時間が必要になってくるので、まあちょっと他の頑張ってる方には申し訳ないんですけど、まあ、とりあえず武器は用意したので参加させてくださいぐらいな、はあはあ、で、あとはそのテンペストグローリーっていう、これ専用の語符があるんですよ、特攻みたいな、特攻の、あ、新ミロに対する、そうなんです、そう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 、で、これもさっきの交換所で入手できるんですけど、まあ、効果を見てもらえるとこんな感じでダメージをだいぶ減らせるんですね。でもこれないとって感じですもんね。そうなんですよ、これはもう絶対つけなきゃいけない。新ミドは攻撃を回避ほぼできないようなやつをバンバン撃ってくるので、やっぱこれがないとすごいレベルが高くても即死したりとかしちゃうんで、これはほぼ必須な極だと思いますね。でこれを入手するのもやっぱ相当な時間がかかるんですよ。これはミドガルゾルムを倒していくと、いや、これはあれです、迎撃とか、あ、そうか、迎撃の方か、はい、手に入るで、しかもこれあれですか、はい、凸させてるんですか。これは、凸したものが手に入るんですか。 そもそもが交換した時に強化は必要、強化はレベル100まで上げました。レベル0から0から、あ、1からか、もらった時1で、うんうんうん、はい、まあ、はイベントとか行ってるとその語符を強化できる聖水っていうのが大量に、最近のその、クリスマスのイベントも、はい、最終的な100万ポイントさんで言うと、まあ、100個とか確か手に入ってたと思うんですけど、はいはいはい、そういうので、まあ、ちょっとこう貯めてドカンと使った感じですね、はい、いや俺想像の10倍時間かかるわって今思った。いやだからこれだから段階があるから、もうなんかまずはこれを用意して、これを用意して、これを用意してやっと色々、いやこれ凄まじいわ。当然さっき紹介した武器もあの訓練じゃない、あの鍛冶屋を上げないと、はい、やっぱちょっと潰れないので、まあ、そうですよね、星5はね、まずは、はい、正常とかを強化しながら準備していくみたいな。で最後ドラゴンですね。でドラゴンも、まあ、僕運よくアグニが結構ガチャ回した時に被ったりしたんで、はい、比較的凸させやすかったんですけど、はい、まあ、限界まで凸させて、アグニ結局貫凸できてるじゃないですか。 できました。だからですね、ドラゴンの、有効度だったの、ちょっとちゃんとした名前忘れたんですけど、はい、お城で交流して仲良くなると最大まで、30まで上げるとですね、はいはい、アイテムくれるんですよ、はい、そのアイテム10個集めて交換所でまた交換すると星5のドラゴンを突上限解放1回できるやつが手に入るので、月光賞ですよね、はい、月光賞ですね、はい、そいつを使って、まあ、最大まで上げてって感じですね。いやこれがむずいっすよ、ね、これむずい、これはそうです、ね、これはむずい。やっぱり課金とかしてちょっと回すガチャを回してる人はやっぱさせやすいんですけど、あとはまあそもそも有料でアイテムあるんで、はい、あ、それを買えば、そうですね、ただやっぱ突させるともともとアビリティ攻撃力プラス 40% でかなり優秀なんですけど、これが60まで増えるんですよ、はい、全然違いますよね、はい、でスキルもレベル2に強化されるんで、うん、やっぱりこれをしておくと、まあ、ちょっとミコトの攻撃力見てもらえると分かるんですけども、うん、これぐらいまでは全然普段に、ね、上がるというね、はい、すごいわ。いやなんかもうやりきった感はありましたね。いやそうっすよね、これ以上もう強くできませんよっていうところまで上げないといけないってことですからね。あとはもう本当武器をレベル100にしたら一応完璧に、うん、完璧な状態、はい、そのパーティー的にはそのクリアした時のパーティーはパーティー誰だったかな、でもミコトがいて、あと回復は絶対あいつがいるので、この
ベルシェラさん、ベルシェラ、はいはい、誰か一人はいると。そうですね、後藤一人ですね、星子になったベルシェラがいるってことですよね、はい、そうなんですよ。もう本当全然知らない人たちと一緒にワイワイやって、なんと、はい、いやそれ厳しそうだな。いやすごいわ、ちょっと本当に想像以上だった。結構そうですね、時間かかりましたね。まあもちろん僕があまり課金してないっていうのもあるんですけど、はい、はい、なんか実際立ち回り的になんかそのあるんですか、そのミドガルゾウさんの立ち回りは。正直練習がちょっと難しいっていうのがあって、はい、っていうのも、まあ、先ほどお話しした通り攻撃食らうと割とすぐ死んじゃうので、はい、一人で練習するのがまず厳しいんですね。あの、はい、残り3人の NPC がやっぱりなかなかすぐ、うん、倒れてしまうので、なのでまあ動画とかも上げてる人とかもたくさんいるので、それでまず動きを見てからなんとなく分かった上で実際実践してみて、それでやっぱ覚えるしかないんじゃないかな。必要な体勢って何なんですか。体勢はですね、よいしょ、やけど、まあ、見事は、いや、気絶ですね。新ミドは気絶の攻撃しか出てくるんで、気絶体勢があるキャラが、はい、まあ有利と言われてます。ただまあもちろんプレイヤースキルでカバーもできるので、まあ、例えばエゼリットとか、はい、ナジャーフとか、まあ、気絶耐性がないキャラクターでも挑んでる人いますね。スキルでなんとか避けてみたいな、はい、そうですね、ただあとまあ主人公とかも持ってたり、気絶耐性を持ってたりするんで、はい、まあ、ミコトがいなければ主人公を、まあ、はい、覚醒させてレベル80まで育てきって挑んでる人も結構やっぱり見ました。なるほど、はい、はあとバネッサとか、あの斧を持ってる炎の星4なんですけど、はいはいはい、これもあれですね、EX アビリティで防御を上げて他のメンバー守ったりできますし、役割はあるんですね、はい、そうですね、うん、こいつがいるとシノアっていうちょっと杖の後衛キャラクターも耐えられたりするらしいんで、はい、じゃあ割ともうこのメンバーじゃなきゃダメってことはないんですね。そうですね、一応こいつがいないとダメっていうのもいたり、こいつ有利っていうのはもちろんあるんですけど、最近慣れてるプレイヤーも多いんで割と星さんでクリアしてる人とかもいるらしいです。星さんキャラってことですか。はい、を育てて、うん、うさーすご、はい、だから、まあ、本当、ね、あのいつかチャレンジする目標として、うん、はい、まあ、最終目標ですもんね、はい、そうですね。しかも、まあ、だんだん時が経つことによってこうバリエーション増えそうですもんね。そうなんですよ、うん、いけるキャラとか増えていくだろうし、はい、もちろん新しいキャラが追加されれば気絶耐性持ちと か、うん、なんかそういったキャラクターが活躍する機会とかもあるでしょうし、うん、はい、なんか違う攻略法とかも出てくるんじゃないかなっていう楽しみはありますね。ね、早くだから俺らも、ね、育て上げて、そうですよ、メンバーでやるようにすれば安定周回、ね、いや俺ね本当もうジャイクロさんの話聞いてもう本当想像の10倍以上に新ミド調整の手が届かないと思う。実際やっぱりこの手の難しいクエストはこうやってみんなでワイワイ集まってやって、こうじゃないやじゃないってやるのは楽しいんじゃないかなと思いますね。本当に、うん、多分それが楽しいんじゃないかなって。いやしかもね、やっぱドラグレーロストって、まあ、いわゆるスマホゲーのアクションで、はい、そういうね、まあ、ちょっとオートでちょっと操作すればいいやって思ってたのがもう一変しますよね、この新ミドの動画とか見ると。女、ね、もガチの MMO もね、そうそう、なんかそういうやつやっていう動きしてるからちょっとね変わりますよね、うん、このタイミングで回復スキル使うとか、ね、やっぱちょっとねそういったところありますからね。そうですよね。いやで、まあ、ただ世間的にはもう新ブリュンヒルデが12月に登場して、ね、もう火のね、はい、はい、ブリュンヒルデちょっとそいつに向けての準備も少しずつ始めてるんですよ。だってもう、まあ、ぶっちゃけだってこんなまだガリガリ周回する感じじゃないですもんね。そうですね、もちろん周回は今後していきたいんですけど、はい、メンツ揃えるのも大変だし、まあ、みたいなところですよね、はい、今まあその新ブリュンヒルデに向けて、はい、ちょっと火傷が攻撃しかけてくるらしいので、はい、まあ、火傷耐性持っててしっかり育てたのがリリーだったんで、まあ、ちょっと今リリーを優先して育てて、ですはい、武器もちょっと今作ろうとしてますね。ただ一番辛いのがやっぱドラゴンなんで、はい、ドラゴン、はいはい、リバイアさんっていう、まあ、攻撃力が上がるやつは持ってるんですけど、はい、そいつをまだ全然上限解放できないんですね、レベル40。いやこれを突させるのが一番大変。そうですよね、どうしても時間かかる。あとまあ HP を上げるドラゴンの方がいいっていう話もちょっとネットでちらほら見つかりますので、はいはいはい、ポセイドンですね。そうですね、はい、まあ、その辺をまあちょっと調べたりして、うんうん、まあ、ポセイドンいないんでどうしようもないんですけど、はい、まあ、そういったのもこう頑張っていこうかなみたいな、うんうんうん、はい、感じです。いや
はい、先は長い、ね、先は長いね、これね、楽しめることがね、たくさんあるって感じ。でもまあ、そうそう、やることはね、こういう感じで用意していればいいんだって分かればね、そうですね、まあ、一応そのコツコツはできるんで、目標を立ててやると、うん、そうですね、うん、で結構ルピっていう、まあ、お金をたくさん使うので、はい、今ちょうど、まあ、ちょっとどのタイミングでこの動画配信されてるか分かんないですけど、はい、まあ、お正月休みの時に2分の1とかもやってたんで、うん、そういったチャンスの時にガンガン貯めとくと、そうですね、はい、ただ、まあ、まず前提は結構、まあ、あの帝国のやつですね、そうですね、そこをちゃんと開けるようにしとかないと、迎撃戦、はい、あのゴフガンそもそも手に入らないんで、そうですね、ってことですね。ただ、まあ、帝国戦も結構やってる人多いんで、はい、まあ、野良でマルチでやれば、うん、はい、結構クリアはできるかなと、うん、慣れれば全然ソロでもいけるんですけど、はい、長級の結構なんかね、回避不能の攻撃めっちゃ多いですからね。めっちゃ多い。あと固定パじゃないともう、あれですね、うん、中級以上いけないですよね、結構。あ、でも、慣れれば全然長級一人いけますよ。何ですか？それ、キャラが、そう、まあ、戦力整ってる。整ってれば、うん。俺も上級ぐらいかな、いけるの。ただ上級までだったらスキップチケットを使って、そうですね、だからとりあえずもらったらパンパンってそのデイリーとかもらいながらっていうのはあれですよね。はい、上級だとちょっといけないですか。まあ、そういった感じで、はい、で上級回すメリットがこのアイテムでこれですね、金色と銀色のアイテムがあると思うんですけど、はい、どれですか。これですね、まずこれが銀色レッドオーダー、はい、でこれが金色のはいはいはい、ロイヤルレッドオーダー、これがまあそれぞれの属性ごとに用意されているんですけど、はい、この銀色の素材の方が交換、あのさっきの5方交換するときにすげえ必要数求められるんですよ、うん、500枚だったかな、まあ、その簡単な方だから数が必要ってことですね。で上級だとデイリー あのボーナスでこちらの方をもらえるので、うんうん、でまとまった数を手に入れたいときはとりあえずそっちをやっていく、上級も回して、あ、なるほどなるほど、うん、でその1日の3つ分はそっちで手に入れて数増やす、はい、現状だって今もう余ってますもんね。いや、ロイヤルレッドのオーダーの方が多いですもんね。あ、そうですね、はい、なんでそういった形でうまくやったりとかすると、はい、まあ、若干集めやすくはなりますよっていう、うん、はい、いや、ほんと先長いわこれ。上を見始めたらね、そうですね、うん、高かったっていうね。でもじゃ あのジャイクロさんのそのブログは、はい、ゴールが一応新ミドクリアだったじゃないですか。そうなんですよ、それをね年内ちょっと報告したかったんですけど、年末進行っていうのもこうバタバタで担当編集さんにごめんなさいっていうメールを送ってて、はいはい、だからブログの最終更新でさあ倒せるかなどうだみたいなところで言ってたところを、うん、今回の動画でちゃんと倒せましたってちょっと報告ですし、はい、ああよかったですね。次なる目標はやっぱ新武流になるんですか。そうですね、ちょっとそこを目標にリリーさんをね頑張って育っていこうかなっていうふうにちょっと考えたりはしてますね、うん、逆にまあ、なんかブログでやってほしいこととかもあれば全然、はい、そうですね、でも今後でも他のねあのドラゴンとかもねあのそういう感じで新が来るとすれば、はい、なんか順番的になんか有利なやつから進めていくとかもできそうですよね。そうですね、まあ、ちょっとミドガルズオルムからちょっとブルンヒルデンはちょっと属性は別にあるんですけど、はいはい、よくないっちゃよくないですね、ね、水とか来ればまたね、はい、変わってくるような気もしますよね。で当然その手持ちでいるキャラクターで、うん、あこっちのブルンヒルデンの方が挑みやすそうだっていうんであれば全然その水のキャラクターを育てて先に属性のドラゴンに挑むっていう手も全然ありです、うんうんうん、はい、そういうのもいいんじゃないでしょうか、はい、もうすげえ岩田さん険しい顔してるね。俺もまあねキャラはレベルマックスにするのはさ言うても簡単じゃないですか、はい、まあまあまあ、まあ、やること決まってるから、ね、そうそう、はい、でマナサークルもまあまだね、うん、いける。で僕最近武器をすごい作り始めたんですけど、はい、もうあれのきつさを痛感して、はいはいはい、さらにそこをクリアしたとしてもその護符も必要みたいな、はい、うん、しかも周回もしなきゃいけないっていうのを聞いて今僕はもう険しい表情になりました。でもまあでも基本は戦力上げていけばどれも楽になるって話だから、ね、まずはやっぱそこなんじゃない、レベル上げたり武器作ったりとか、はい、うん、まあ、でもドラガリアラストって別に新ミドとかが全てじゃないし、まあまあ、まあ、一応今一つの一つの目標、みんなとマルチプレイ楽しくやるのがドラガリアロストだし、しかも俺らですらそんなに現状マルチプレイしてないですよ、このメンツで。おじさんなかなか集まらないですね。やっぱねあのコツコツねやってるんで ね、 でねみんなそれぞれだそういうのあってもいいかもね、はい、ちょっと難しくて
なんか俺ら3人の力を合わせてみたいな。ああ、そうですね、うん、むしろだからイベントレートイベントとかいいかもしれないですね。うん、ちょっとね、こうみんなで ここでやる意味がね出てくるみたいな ね、 そうですね、難しくてみたいなのもいいかもしれないですよね、うん、はい、はい、確かに今後そういったところもやれたらいいですね。はい、はい、ということで、じゃあ以上でよろしいでしょうか。はい、はい、はい、ということで、ドラガリアお悩みロストでは、皆様からのドラガリアロストに関するお悩みや恋愛や子育てに関する幅広い人生相談まで募集しています。動画のコメント欄、もしくは出演者のツイッター、そして概要欄にある質問箱からご質問ね、お待ちしておりますので、お待ちしております。お待ちしてます。活用してみてください。はい、ということで、お送りしたのはジャイアント黒田と岩田ジミロと炭酸ボボゾンでした。またでは次回お会いいたしましょう。バイバーイ、バイバーイ。